はい、どうも、ふめいだよです。今回ですけれども、つむつむとついせのコラボについてですね、まあ、ちょっとした情報があったので、まあ、それを紹介していく動画です。はい。で、まあ、ここ最近ですね、まあ、3日前からですね、当時まであと6日っていう感じで告知が来てると思うんですけど、まあ、そこでですね、続々とキャラクターが紹介されております。本日は、グリムですね。はい。が紹介されておりました。はい。これは、自分、ツイステ始めたんですけど、ツイステの、主人公の相棒として一緒に、はい。いるキャラクターです。はい。で、まあ、その前はですね、こちら、アズールですね。はい。このキャラクターは自分まだツイステの方には出てなくて、まあ、詳細はわからないんですけど、はい、アズルというキャラクターが、紹介されております。で、こちら、あと5日ということで、リドルですね、赤髪の。はい、これが紹介されております。で、あのゲーム内だと、なんかリドルがかなり強いのと人気らしいですね。はい。で、自分、ツイステのエピソード1を終わらせたんですけれども、エピソード1が、まあ、まさに、このリドルのところで、最後の闇落ちっていうのかな、闇落ちしたところのリドルかっこよかったですね。皆さんね、やってる方。ね。まあ、どうせだったら、あの姿も、ちょっと、ね、スキルとして、なんか、演出としてやっていただきたいけどね。はい。ってな感じで。まあ一応ね、こんな感じで紹介されております。はい。で、公式からね、情報はそれしか来てないんですけれども、一応ね、関連性ということで、ぬいぐるみの方がですね、つむつむぬいぐるみが新しくこの5体ですね、不思議の国のアリスの世界観からインスパイアされた、パーツラビル寮、ということで、ツイステッドワンダーランドから、9月1日より販売ということで、これが新しくね、販売されます。はい。これが、そのツムツムのコラボのやつと、同時に、来るので、まあ、ここも関連してくるのかなというところですけど、まあ、これ真ん中がリドルで、自分名前がね、あんま、うろ覚えなんです。これが多分デュースで、大釜やろうって言ってたやつですね。俺が。で、これが、エースか。エース。はい。で、これが、何やったかな。トレイだった気がします。で、これがケイトじゃなかったかな。合ってる。じゃあ答え合わせしていきましょう。これエースだよね。これエースのはず。これエースのはずです。はい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 。てか、今、つむつむ990円するの？前500円ぐらいで売ってなかったっけ？ガチ？こんな高くなった？これリドルですね。はい、リドルですね。これがトレイでしょ。俺もトレイっていうこのさ、下のさ、字幕を見るとさ、もうトイレにしか見えないんだけど、俺だけじゃないよね。トイレにしか見えないんだけど、本当に。ちょっと緑間感あるね。緑間感と、明石感があるよね。そしたらこれは、青峰やないかい。ということで、デュース、終わってますね。あともう一個。あ、あってそう、ケイトですね、これ。はいはいはい。全部、あれですね。この、トランプのマーク、これデューススペードとかってなってるんですね。今気づいたけど。これがダイヤモンドなんで、ケイトダイヤモンドで、これはトレイクローバーですか？あ、やっと合ってますね。そんな感じです。はい。ということで、これがね、9月1日から販売されるみたいで、うん。ってな感じでございます。で、この他にもね、もう以前に3月とかに、確か、すでに、販売されてますけど、ツイステのグッズいっぱいあるんだ。ディズニーストアにも。ディズニーショップか。
ピックアップ。まあ、そんな感じでですね、いよいよ盛り上がってきましたね。明日さ、まあ、ところで、まあ、ちょっと、ツイッターの方に戻るんですけど、まあ、ここまでは、このキャラクターはですね、このアイコンのキャラクターが3つ出てきただけなんで、明日何かしらまた新しい情報が来ると思うんですよ。はい。まあ、そこがまたね、楽しみですね。はい。明日30日、30、31。はい。まあ、多分公式の YouTube チャンネルの方でも何かしら情報は来ると思うので、まあ、機種内情報展開しますし、新ツム確認クーリン会ライブもですね、31日のまあ10時ぐらいからやろうと思いますので、ぜひとも皆さんご参加、よろしくお願いいたします。はい。まあ、そんな感じで、まあ、ちょっとした情報ではございますけれども、紹介させていただきました。はい。ちなみに、自分、ツムツムのぬいぐるみは、チップしか持ってないっす。はい。車に飾ってあります。はい。そんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは、バイ。